どうも、河野くんです。ベルリンマラソン走りますということで、6大メジャーついに5戦目ということで、もう残すところもあと2つになったんですけれども、9月29日ですね、ベルリンマラソンに走っていきたいと思います。まあ、約2週間前パリから帰ってきまして、まあ、本当に応援ありがとうございました。パリパラリンピックですね、本当和田さんと、まあ、おまけの小和田も応援いただいたおかげでですね、まあ、無事に完走することができたんですけれども、もうですね、来週がベルリンということで、じゃあ小和田ベルリンマラソン何をするかということで、もちろん完走しないと6代目じゃ最後の大きなメダルはもらえないので、最低限完走するとして、やっぱこう記録にね、挑戦していかないといけないと思いますので、視聴者さんを楽しませる企画用意しました。それがこちら、おっす。ということで、ベルリンマラソンはですね、この柔道着を着て、なんとギネス記録に挑戦したいと思います。はい、実はですね、ベルリンマラソンとロンドンマラソンがギネス審査員がいる大会でして、まあ、結構仮装の人多いんですよね。その中で今回はちょっとせっかく日本から行きますので、私ですね、柔道着を着てギネス記録に挑戦したいと思います。まあ、そのタイムなんですけど、まあ、全記録保持者が、3時間2分で、マラソンを走られているので、まあ、3時間2分を切れば、まあ、ギネス達成なんですけど、まあ、本番何が起こるかわからないので、まあ、一応目標タイムとしてはキロ4で、サブウェイが2時間48を目指していきたいと思います。だから今申請を、ギネス審査員の人とメールでやり取りしてて、まあ、多分大丈夫だと思うんですけど、まあ、ちゃんと申請が、いければいけますし、申請ミスればただ柔道着だけ着て走った人になっちゃうんですけど、まあ、おそらく申請通るだろうということで、ギネスにですね、挑戦していきたいと思います。でですね、まあ、今日ちょっとその予行練習として、まあ、42キロさすがに走れないんですけど、まあ、1キロぐらいを、まあ、本番と同じ GoPro を持って、走りたいと思います。もうおそらく、まあ、もう来てわかるんですけど、足がですね、全然上がりません。これだから足上げない走り方と、あとは帯の結び方がですね、ちょっとわからないんですけれども、帯がほどけないかとか、その辺を走りながら、ちょっと確認しながら、はい、それで行きたいと思います。おっす。でですね、ベルリンマラソン、毎回6代目じゃ非常にお金がかかるんですけれども、今回もですね、現地から絵はがきとか、個別にメッセージとか支援してくださる方を、募集させていただいてますので、まあ、もしこうだ何やってんだと思いながらも、応援してくれる方がいらっしゃいましたら、ご支援をですね、概要欄の方に貼ってありますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。おっす。感謝の政権好きでメッセージを送りたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。けどマラソン走ったら、まあ、ボロボロになっちゃうかもしれないので、多分ベルリンに置いてくると思うんですが、感謝しながら走りたいと思いますので、感謝の政権好きで頑張りたいと思います。まあ、とりあえず行きますか。はい、とりあえずちょっと一回走ってみますね。あれですね、暑すぎる。今日がただただ暑すぎる。ベルリンは多分こんな暑くないんでいいんですけど、大丈夫か。まあ、あとですね、膝と脇がですね、まあ、皆さん若かりし頃に来たことあると思うんですけど、ゴワゴワすぎて脇が多分血だらけになっちゃうんじゃないかっていう心配がありますね。まあ、結構ね、マラソン大会乳首が擦れてね、血が出る人もいますけど、日の丸をね、ここに2つつけながら後半走ろうかなと、まあ、走ることになるんじゃないかなと。ちょっと走ってみますか。走れないくはない。むずいな、これ。今暑いからあれですけど、ベルリン本当10度とか、まあ朝寒い中スタートなので、逆にこれ暖かいんじゃないですかね。逆にいいかもしんない。ただ、本当膝上がんないっすね。まあちょっと行ってみますか、もう。なんかでも行けそうな気はしてきました。よし、ギネス達成。とりあえずですね、キロ4でいけるかと、走りながら GoPro 持って、本番も走るので GoPro 持って、しまう場所がねないんで、ちゃんといけるかと、あとは脇が痛くならないか、まあ、確認しながら。いや、はずいなこれ。まあ今まで YouTuber やってきましたけど、一番恥ずかしいっすね。いや、これ捕まらないっすか、ね、大丈夫ですかね。
ちょっと設定は柔道部員が学校の部活で罰走させられてる設定でいきたいと思います。はい。ということで柔道着走っておりますけれども、意外と走れる、意外と、まあ、ただね、上がねゴワゴワすぎてすごい場所が気持ち悪いんですけれども、意外と走れますね。これはギネス行けます。行けますわ。今3分55ぐらいだったんですけど、思ったより普通です。さすが日本、まあ運動しやすい服ですからね。ちょっと希望見えてきました。それはね、動きやすいように作られてますから、思ったより走りやすいです。まあただ、今ちょうど知り合いにすれ違って、めちゃめちゃ恥ずかしかったですね。あれ、小和田くん何してんのみたいな感じで言われたんですけど、いけそうです。いきます。はい。これで、ギネス記録、挑戦したいと思います。でですね、まあ、今回、ベルリン行って、まあ、ベルリン何人か知り合いと行くんですけど、まあ、その知り合いがですね、その翌週のニースのトレランにも出るっていうことで、今回、それも走って行きたいと思いますので、まあ、ギネスの挑戦と、あとニースの、まあ、すごい綺麗な景色と、それぞれ動画を出せれたらなと思いますので、そんな感じで頑張りたいと思います。ぜひコメント欄にですね、帯の結び方だけ、あとまあ何かもし挑戦された方いたら、アドバイスとかコメント欄にもらえますと非常に助かりますので、ぜひよろしくお願いします。そんな感じで頑張りたいと思います。それではベルリンも応援よろしくお願いします。ではまた。熱っ。